ラリー・ドネル・ナンス・ジュニアは、アメリカ合衆国、オハイオ州、アクロン出身のバスケットボール選手。NBA のポートランドトレイル・ブレイザーズ所属。ポジションは、パワーフォワード、またはセンター。オハイオ州の高校卒業後、アメリカ西部で構成される、マウンテンウエスト・カンファレンス所属のワイオミング大学に、進学。3年生の2013から14シーズンから、得点が上がり、 平均15得点以上を記録し、同カンファレンスのファーストチームに2年連続で選出され、ディフェンス面でも2015年に最優秀、守備選手賞に選出されるなど、NBA のスカウト陣からも注目される存在となり、2015年の NBA ドラフトでは27位でロサンゼルスレイカーズから指名された。2015年11月6日のブルックリンネッツ戦で NBA デビュー。 12月7日からジュリアスランドルに代わりスターターに抜擢され、12月27日のメンフィスグリズリーズ戦では17得点11リバウンドを記録し、初のダブルダブルを達成した。2018年2月8日、トレードでクリーブランドキャバリアーズに移籍した。加入後しばらくして、父から NBA への要請により、永久欠番の背番号22への変更が、 認められた。ケビン・ラブやトリスタントンプソンの控えとして NBA ファイナル出場に貢献した。10月15日に4年4480万ドルの延長に合意。2018年12月18日のインディアナ・ペーサーズ戦でキャリアハイの16リバウンドを含む15得点6アシスト3スティールをマークしブザービーターとなるチップインを決めた。 翌年2月8日のワシントンウィザーズ戦でキャリアハイをさらに更新する19リバウンドを記録した。2020から21シーズンは怪我の影響もあり35試合の出場に止まったが平均9.0得点、6.0リバウンド、3.0アシスト、1.5スティール以上を残した5人の選手のうちの1人となり多彩なプレイヤーとして存在感を示した。 2021年8月28日に3チーム間のトレードでポートランドトレイルブレイザーズへ移籍した。父は同姓同盟の元 NBA 選手のラリーナンスで NBA オールスターゲーム出場3回を誇り NBA スラムダンクコンテスト初代チャンピオンとして知られている。現役時代はフェニックスサンズとクリーブランドキャバリアーズで活躍し、 キャバリアーズで着用していた背番号2二は永久欠番に認定されている。ありがとうございます。